1897年の今日、マラリアが浜だらかによって感染することが発見されたことから蚊の日。ちゃんとした理由だった。羽音を聞くだけで虫ずが走る。えいっ、いや、腕玉のおかげっしょ。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップ物好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。チルってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし、行かないかもしんないんだわ。ってどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたり、メンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。物好きだねー。